よし、開けるぞ。ここがマスターバフシティの部屋。とても静か。どこだ、バフシティ。誰だ、私の研究室の静寂を乱す不作法な警官隊ではないようだ。ならば相手をせぬこともない。しかしここがよく分かった。私を覚えてる、レイ。バレリー・ブレイロック、シンシアの友人よ。彼女を助けて聞いたのよ。あなたが植え込んだ殺人装置を摘出して。そうか、シンシアの友人か。それならなおのこと歓迎が必要だ。ウィルケンズ教授を覚えているか、バフシティ。俺がマーカス・ボーン。教授から聞いたことはないか。君がドクター・ボーンか。よく来たな、スティグマの父。あの発見は偶然とはいえ偉大だ。俺はスティグマの父なんかじゃない。それを根絶やしにするためここに来たんだからな。君は間違っている。医師の義務感にとらわれて生命の可能性を盲目的に否定しているのだ。乱熟し産み始めた人の世に必要なのは新たな種を生み出してくれる力、スティグマだよ。その瞬間に立ち会えたこと、素直に喜べばいい。普通じゃないとは思っていたが、ここまでとはな。あなたは良い医師だったのに、レイ。それが今は恐ろしい人殺しよ。どこで踏み外したの？人を救う快楽にまだ飽きていないのか、君たちは。気づきたまえ、愛争う生命の真実に。私は人類が歩むべき道を踏み外してはおらんよ。だけどあなたのパルナッソスももうおしまいでしょ。たとえ組織がなくなっても、なぜなら私の体そのものが箱舟だからだ。新しい命の形が乗っている。感染しているのか。もう彼は正常な判断を失ってるわ。強制していると言ってほしい。私の祖先がそうであったように、時代を超えて存在することができる。スティグマと一緒であれば。エレナ、麻酔を用意しろ。あ、はい。マーカス、あなたまさかオペを。が見える。だいぶ進んでる。やつのスティグマをここから出すわけにはいかない。そして真実を突き止めなくては。ハドケースとの更新完了しました。発見した研究データの送信も成功です。データに目は通させてもらったよ。かなり厄介なスティグマだね。カルディア、それが彼の名前。寄生する部位で名前を付けたのでしょうか。幹部の心臓と同じ名前ですね。二次感染を起こすスティグマがいる以上、どんなスティグマも見逃せません。宿主の死によって何が引き起こされるか、今は推測の域を出ませんが、最悪の事態も想定した方がいいでしょう。それはさせない。心臓部位からのカルディア全摘出、やるしかなさそうね。聞こえるかしら、3人とも。局長？カルディアのスティグマの撲滅にハドケースは全力を注ぎます。感染などの二次被害を防ぐため、至急スタッフをそちらに送るわ。はーい、エレナ、オペ艦の動員もしっかりあるわよ。そっちは設備も十分じゃないだろう。できるだけの準備をしている。君たちはいつも通り術式に集中してくれ。通信よりも準備を早く。頼もしい
戦ってるの私たちだけじゃない。先生、私も頑張ります。スティグマに終止符。俺は間違ってなどいない。スティグマを消去する。摘出手術を開始します。これは幕が術屋全体を覆っている。上にいるのがコアか。外核に包まれた自損するコアですか。手術は常にモニターしてます。現状ではコアに対する情報が少なすぎます。申し訳ないが術屋を覆う幕から摘出して様子見をさせてください。まずは幕にヒルゼリーを塗って軟化、その後ベースで切開し摘出。この手順で試してみてください。今の摘出幕の摘出、幕の摘出、いつの間にあんな場所に幕が復活しました。数値いいですね。コアに負荷がかかっているはずです。幕の摘出作業をこのまま続けてください。幕の摘出終わりました。これでコアはむき出しね。古い方法ですが、レーザー焼却が最良の選択肢です。聞いてます。この急いでください。マルディアさんに何かが排出されました。ピンセットで摘出を。すごい、もう少しですよ先生。やった、メディアから波紋が。ダメ、やめて。最後のスティグマ。あなたには叱るべき方法で罪を償ってもらう。それをできるかどうか。マーカス、オペ前とは様子が違うわ。スティグマは官能の悪性硬化症の拮抗薬だよ。私の官能を守ってきた。なくなればもう私の脳は耐えられない。スティグマを官能障害の治療に。もしかしてレイのバフシティの暴走は副作用として起きた猛覚症状が原因で。息が苦しい。私は怒りに任せ誤った道を歩いた。そして自分を思う失ってしまった。それは後悔してしきれない。あなたは何人も、きっと何万人もの命を助けてきた。
命を奪うことが許されてはいなかった。ドクターボーン、ドクターブレイラック、君たちのおかげで死ぬ前に悔い改めることができた。ありがとう。息を引き取ったわ先生。全ては終わったんだ。人々を恐怖に陥れた信仰難病スティグマの惨禍は、犯罪組織パルナッソスの壊滅により大きく沈静化へと向かった。カドケウスの国際ネットワークはその中心的役割を担い、世界各国で治療と予防に努め、その封じ込めに成功した。人の手によって生まれた災いは人の手によって集結したのである。どうして断るの？大統領からの招待よ。命を懸けてスティグマと戦ったみんなを慰労しようと。説得はしましたが、彼らの返事はノーで変わりませんでした。事態の連絡は私からしておきます。今回のスティグマ問題は辛いことも多かったんです。あれがましい席に出れば一層その辛さは募りますから。今彼らを一番癒してくれるのは彼らが治した患者の嬉しそうな顔ですよ。当面の課題はバフシティの残したスティグマデータの検証です。あまり気の進む課題ではないが、薬理学における意味はかなりのものだからね。思い出すなって言っても無理ね。シンシアのことはこういう業務をさせることが本当は一番の食材になるのね。この部屋にいた時の彼女は命を助けるためにだけ研究していた。そうとしか思えない。カドケウスは人を救うためにある機関だ。今までも、そしてこれからもな。どうです、エベレット先生。今日は上がって、食事でも行きません？ロバートも、もし時間があるなら一緒に。珍しい誘いだな。喜んでいくとも。はい、お疲れ。じゃあね、エレナ、また明日。レスリー、お疲れ様。これで、今日はおしまいですね。局長が患者を多めに回すもんだから休む暇もなしだったわ。マーカス、帰れそう？いや、今日のうちに片付けたい別の仕事があるから。バレリー、明後日は休みを取りたいんだ。ウィルケンズ教授の面会に行ってくる。治療計画のことね、記憶回復の。それ、私も行っていい？ああ、構わないよ。それじゃあ局長に連絡しておきます。あさって進行難病対策チームの3人は休みを取るって。あら、エレナ、どうだ2人とも。帰る前だけど一息入れないか。こうして街を眺めてると、スティグマと戦ってきたことが嘘みたいですね。後悔したことはなかったか、エレナ。1年前、アラスカの空の下に行こうと考えなければ、こんな苦しい思いをせずに済んだかもしれないのに。一度もありませんでしたよ、ボーン先生。あの明かりの一つ一つも、どこかの意志に守られてる。その意志は私なのかも。スティグマの危険は去っていった。だがまた新しい病が人々を苦しめるかもしれない。マーカス、私は何があっても
意志をやめないわ。どんなに辛い目にあっても、危険な目にあっても、私にしか治療できない患者がいるかもしれないから。俺も同じ気持ちだよ。これからもよろしく頼む。ええ、よろしく。Thank you.